はい、じゃあ続けていきましょう。4番、生徒に頼まれたこの4番です、並び替えなさいってですね。エレベーターには人が多すぎて乗ることができなかった。もうこれは口で言いましょう、まあ、書かなくてもいいですね。中があまりにもだから There were too many people in the elevator でいいですね。 In the elevator and I couldn't get on it。 get on が7乗るですね。too 構文使うと、もしくはそうざと構文使うかなと思うんだけど、選択肢にないから、まあ、使えなくていいですね。はい。で、次。旅の、そうですね。はい。旅の醍醐味の一つは、醍醐味ってどうやって書くんかと思いがちやけど、まだ並び替えだから、好きなことぐらいね。その国の人たちとの出会いだと。出会うことだと。そういう内容ね。そしたら、選択肢からして、one of the things, だから one を頭に持ってくればいい。one of the things, we love about traveling. それでいいんか。is meeting the people of the countries we visit. これでいいですね。で、3番。私たちはとても気持ちのいい天気。気持ちがいいっていうのは何て書くか、ラブリーですね。これ天気のいい、気持ちのいいって単語ね。で、あと、サッチザット構文使えばいいか。そうざット構文ならぬサッチザット構文ね。サッチ、形容詞名詞、ザット、その形。ということは、It was such a lovely day that we played frisbee in the park. の形ね。はい。で、最後、4番。妻はどこでそのスーツを買ってきたのかを私に尋ねたんか。じゃあ、my wife asked me ですね。どう見ても。my wife asked me where I had bought the suit. でいいですね。はい。で、次、こっち行って。彼は友人と一緒にいるとき楽しそうに見えると。友人と一緒にいるって言い方ね、あのプレイウィズだったら誰々と遊ぶって確かに訳せるんだから、子供っぽい表現だからプレイウィズ、まあ別にプレイウィズでいいんやけども、まあいいか、プレイウィズでいいか。あのハングアウト、ハングアウトが外に出る、楽しむみたいな感じで、ハングアウト、これ外出するだから、まあゴーアウトはまずい、まあゴーアウトでもいいと思うけどね。ゴーアウトウィズ、ハングアウトがなんかあイチャイチャして遊ぶ、なんか遊ぶみたいな感じだから、ハングアウトがね。だからまあ、ハングアウトでいいんかなと思います。もしくは、B 動詞でもいいか。じゃあ、He looks happy when he is with his friends でもいけるし、He looks happy when he hangs out with his friends でもいいか。ね。いいんでしょうか。はい。で、あとまあ、When he spends time with his friends でもいいかな。誰々と時をあの過ごすみたいな感じね。はい。で、最後。C 問題。入るやつは何ですか？スター・ウォーズの最新作を見たかい？と。いいえ。と。今日見に行かない？と。ごめんなさい。できないんだ。と。その理由が欲しいんだけど、That's too bad。お気の毒に。火があるから、火、だからお兄ちゃんか、なんか弟かなんかを入れちゃえばいいんですね。お兄ちゃんが弟。だから、my father is sick and I have to, go to the hospital に、で、それで十分か。ね。he is sick, もしくは he has a cold, 風邪をひいていて、and I have to take care of him, 彼の世話をしなくちゃいけないと。っていうのを書いてもいいしね。はい。じゃあそこまでです。